海老名駅に来ましたね。はい、ということで、はい、今日は海老名の、工事の状況、はい、あ、もうすでに工事がされてますね、はい、工事の状況を確認しにやってきました、はい、ました。それとあと海老名周辺を歩いてどんな街かっていうのを、はい、皆さんにできれば、結構未だにまだ畑しかねえと思ってます田んぼと畑の町だろうって思ってる人いると思うんですけど、はい、そんなことはありませんね。ないですね。だいぶ栄えてますから。そうですね。はい。ということで、海老名の魅力をお届けできればと思います。はい、小手使いで張り切っていきましょう。レッツーラー。おお。鉄海老名駅完成イメージということで、東口に新たな出口ができるんですよ。今ご覧の通り、海老名今こっちしかないんですけど、あの向かってあっち側に新たな出口ができるということで、それを今から見に行こうと思います。小田急との連絡が近くなるっていう感じですね。はい、便利になります。海老名は今あれですね、改札が1個しかないから。そうなんだよね。増えるとだいぶ朝みんな前の方に、ああ、そうね、うん、もうラッシュが、ラッシュが、さすが海老名に通勤してる人。私は絶対車両の一番前に、駅のあっち側にも住宅街とかこっち側に広がってるんで、そっちの出口の人が履けるとね、楽になるんですよね。はい、ということで海老名駅の海老名横丁、これね、あっちに居酒屋の通りがあって、趣のある居酒屋街が、こっち行ってみましょう。はい、美濃奥の中にも区画があって、にえってとこですね。はい、ソフィア飲むの昼から。嘘こんにちは。こんにちは。あ、奇遇ですね。奇遇ですね。撮影、あ、何撮影しに来たんですか。今日は海老名を、はい、ね、あの誤解を解くため、ね、誤解、あ、そう、畑田んぼだけじゃねえぞと。畑田んぼだけじゃないんだ。暑いっす。海老名に思い出結構あるんですね。というか毎日通勤で来てますからね。2028年ですか。もうちょっとかかりますね。6年後、うん、かなり大規模な工事ということで、でもすごい便利になりそうですね。うん、そうだよね。東口が新たにできるのかな。楽しみになってきましたね。工事現場、工事中ですか。工事中です。うん。どういう感じになるんだろう。ねえ。でもあの相鉄のさ、うん、あの駅の黒な感じを基調としたデザインっぽいですよね。うん、なんか畑浜国大にちょっと近しいものがあったかな。そんな感じがしましたね。50周年ですか。早いもんだよね、昭和の時代から考えるとね。タワーマンとララポートと信じられないよね、うん、本当。はい、これが工事の現場ですね。どうですか、ここら辺から駅。あ、ありますか。ちょっと見えますね。うん、ちょっと見える。この辺から駅の出口になるのかな。うん、確かにこういう出口あったらね。なんといっても海老名のサービスエリアに働く人はあっちからバス乗るんですよ。うんうん、あ、そうなんだ。そう、あっちに職員専用のバスが走ってて、だからすごい便利なんじゃないですか。はい、工事の状況はこんな感じです。その辺からね、
新しい出口があるこの辺ですね、うん、この辺から駅の向こうから出てこれる出口があるということで、こっち側のに住んでる方もいいと思いますし、完成が2028年3月ということで、工事楽しみに待ってましょう。また進捗状況が分かればいいですね。ソニアも楽しみですか。楽しみにゃん。エビナの2階ができるっていうさっき話したんですけど、これがつながっていくのかなって感じですね。あそこに相鉄の電車が見えますね、うん、乗り入れ線が見えます。この建物の向こう側の小田急と乗り換えもできるような。そうですね、2階の改札口が横浜駅みたいにね、うん、できるなるのかなっていう、うん、絶賛工事中です、ね、ここも工事中ですね。工事中ですね。新改札の併用開始が22年度末にあるということで、こういう状態なわけですね。今美南ウォークに行く側と北口はさっき見てきた、うん、あっちがですね。だから徐々に徐々にですね、まあ、工事やっていって、うん、完了まで行くっていう感じですかね、うん、かつての相鉄線のが1回消されてますね、うん、今は1回出ない。そう、1回出てかつては普通につながってた時があったんですよ。出てますね。また戻るんじゃないかね、うんうん、戻ると思います。そういうことです。はい、ということで駅の西口側に来ましたね。ソーニャン行きましょう。ロマンスカーミュージアム、土日は予約のはずですね。予約制。ララポートですね。来ました。からすぐですよ ね、 ね、うん、はい、こちらがビナガーデンということで、ランチ時もとても賑わってますね。カフェも多いんで、ショコラドール美味しそう。ビナバル、そう、下にも飲み屋とかがあるんですよね。デントラージュ串カツ田中じゃないですか。そうそうそう、串カツ田中があるんですよ。美味しい、好き、成城石井もあります。海老名駅の東口の方ですね。はい、こっち栄えてるイメージある人多いんじゃないですかね。さすがに海老名奥できたのが2002年のはずなんで、もう20年経つますからね。でもでも20年経っても来たことない人からすると、田んぼと畑だろうってイメージあるのかもしれないですけどね。ショッピングモール、ここはね、ファミリー層の皆さんにはすごくいい。噴水と川がありますね。そう、噴水、水遊びもねできますよ。ファミリーに優しい街ですね。海老名、うん、川越の時に集合した。いやー、海老名結構そうですかい言うて結構利用してる。あの海老名から大和まで歩いたり、そう、駅からもう直結ですね。はい、いろんな丸いもありますし、映画館東宝もあります。ぜひ利用してください。ということで海老名駅をぐるぐる回ってきました、はい、どうでしたか。いや、結構ね、海老名知らない人多いから、うん、まあ、いろんなご案内ができたかなと思います、ね、そうですね、ビナウォーク、ララポート、ビナガーデンズ、いろんな施設が今できてきてますね、はい、もう海老名で全て完結します。海老名楽しい。はい、ということで海老名ぜひぜひ
住むには素晴らしい街だと思うので、はい、遊びに来ても楽しい。そうですね、映画館もあります。はい、はい、ということで海老名の魅力でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。次、とんてつか映画行く街はあなたの街かも。すみません。では、you